コリがはまらない。これ行かないな、奥まで。あの真ん中でいいよ。大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫。まあ合わせろ。うん。合わせりゃいいだけの話だ。では前半組の方たち大丈夫そうでしょうか。では6分の練習になります。コースにしてください。上坂田選手、藤原選手、松田選手、永田選手、相原選手、正木選手、今ちゃん、そして寺内翼選手ということで、全員確認したわけではないんですけども、この寺内翼選手は富山に行きますと東を走っているということなんですけども、開幕戦、西島が戦のレースが始まる前のちょっとウォーミングアップのつもりで、まあ、参戦しています。まだとはいえ、ね、練習が2回ぐらいしかできてないということなので、ね、この練習をしっかりとこの短い時間の中で走るので、なるべくイメージ通りに知らせられるようになったのでしょう。さあ、その中でも、そうだ、今年は。作田選手は後半グループの5号車、そして藤原選手が前半グループ4号車、長塚選手は後半グループ10号車、長田選手が11号車で前半グループ、相原選手は6号車前半グループ、まさき選手は3号車で後半グループ、メラオキ選手は7号車、イネスのゼクモドキさんの7号車のフェルス選手で前半グループとなります。
ガンアタックが始まってるというか練習が始まって数字が出てきました。30秒台が続々と更新されてまして、体調フォロー、今日風切りといった相原選手がなんと30秒679です。ベストは30秒539というのが全体ベストで今マークされている一番早いタイムです。それから藤原選手のタイムはその差コンマ253で、30秒792ベスト、30秒8、あ、今変わったね、今上がってきたのが藤原選手30秒611、7秒差になります。そして寺内選手で3番手、4番手が永田選手で31秒178というところが現在のそれぞれのベストラップになっています。練習で1周ぐらいに進んでいきますが、6分、もうそろそろ、残り時間があと1分、はい、あそこにもカウントダウンされていました。コース上で見る方は1コーナーの内側にあるモニターのところにカウントダウンされているので、残り時間はそこで確認してください。あと2分ぐらいでした。ベスト感じになります。皆さん、練習終わったら一旦チェッカーググったと思ったらゆっくり戻ってきてください。そう、ワンアタックの場合は、間隔を空けて1台ずつ誘導していくので、トップ戻ってくると誰もいないという状態で戻すので、はい、まず先頭で、スタートしていきます。4、6、7、11の中で順番が変わるということはもちろんあります。特に一番先頭で今行ったのはどうやら7号車ひろしさんした6号車相原選手、はい、3人目は4号車藤原選手、そしてラスト11号車の7号選手。 Make my day. さあ、タックラップに入っていきます。最終コーナーだけたらもうそこから全開ですよ。さあ、まず寺内選手からタックが始まっています。相原選手、そして藤原選手もアタックスタート。この一周入魂です。一周入魂というのはね、我々の世界で一周入魂です。生きるという人でしょ。ちょっと使っていいんだこれ。ニオルくんを頑張ってるライブだって今久しぶりにいらっしゃる、ね、一周入魂。さあ、タイムの方が出てきました。30秒52で相原選手のワンバッタタックの方が寺内選手を上回ってきました。寺内選手30秒642、内原選手が30秒918、さあ永田選手は31秒311ということで、この A グループの中のまず最初のグループは6号車相原選手、はい、ここがタックタイム30秒520がタックタイムになります。
ラトラック温度21度ということで、決してその悪くないと思いますよね、タイム、温度的にはね。高すぎて。